全米最速のオタク、オリンピック選考会で遊戯王のエクゾディアを完成させる。特大でございます。皆さんオタクは好きでしょうか？僕もね、アニメとか結構好きなんで、オタクとね、言わせていただいてもいいかもしれませんが、どうやらアメリカにとんでもないオタクがいるようで、それがこちらの方ですね。ノア・ライルズさんという26歳の陸上競技の選手ですね。このノア・ライルズさん、短距離走を専門とするそうで、200メートル走では19秒31の世界歴代3位の記録、アメリカ記録も持っているそうで、200メートルで全米最速の人みたいですね。で、そんなノア・ライルズさん、漫画だったりアニメが好きということで、オタクの一面も持っているそうで、これまでも陸上の競技の走る前後で、ドラゴンボールのカメハメハですね、のポーズをしたり、元気玉のポーズをしたり、2023年の世界陸上男子200メートルでは、走る前に呪術廻戦の領域展開ポーズをするといったオタクっぷりを発揮しているそうで、もう全米最速のオタクということですね。で、そんなノア・ライルズさん、この6月21日から30日まで開催されている米国五輪代表選考会にて、そのオタクっぷりが話題になっているようで、どうやらノア・ライルズさん、まず100メートルの予選に登場し、スタート前の選手紹介で脇腹から遊戯王のブルーアイズホワイトドラゴンを召喚。その結果、そのレースを1位通過で突破した。そうで。さらにその後、準決勝ではワッペンの隙間から封印されしエクゾディアの頭の部分ですね、を召喚し、準決勝も1位通過したみたいですね。まあエクゾディアはこの頭と両腕両足の5枚が揃えば、そのデュエルに勝利するという効果があるんで、このエクゾディアの召喚は反則だろうという意見もあるんですが、まあ5枚揃ってなくてね、この時は頭だけだったからセーフという意見もありますね。で、100メートル決勝では何かモンスターを召喚したという情報はないんですが、普通に優勝者そうで、さすが全米最速のオタクといった感じですね。で、さらにノア・ライルズさん、200メートル走も出たそうで、200メートル走ではこちらですね、エクゾディアの右手と左手をそれぞれの脇腹から召喚したそうで、エクゾディアのパーツがどんどん揃っていったみたいですね。で、200メートルもしっかりと決勝まで進み、決勝の舞台にはこちらですね、腕にデュエルディスクを装着して登場したそうで、SNS でもデュエルディスクを装備している姿を公開していますね。で、そのデュエルディスクには、こちらですね、デッキの一番上のカードは、おそらくブルーアイズだと思うんですが、エクゾディアが全て揃っていますね。このエクゾディアの影響か、ノア・ライルズさん、200メートル決勝でも今季世界最高の19秒53で、100メートルに続いて優勝、パリオリンピック出場を決めたみたいですね。まあ SNS を見た感じ、このゼッケンの裏側にお守りみたいな感じで遊戯王カードをしまっていたみたいなんですが、ノア・ライルズさん、なぜね、この走る前に遊戯王のモンスターを召喚したかというと、海外メディアによると、女子砲丸投げのチェイス・イーリー選手という方と、ある種の賭けをしていたそうで、ライルズ選手が各ラウンドのスタート前に異なる遊戯王カードを召喚した場合、イーリー選手は日本時間4月1日に実施される女子砲丸投げの決勝で、ナルトに登場するロック・リーのように足にウエイトを巻きつけた状態で出場しなければならないというね、賭けだそうで、オリンピック選考会でそんな賭けするぐらいね、心に余裕があるんですね。まあこの賭けは必ずしも実現するとは限らないそうなんですが、まあ、そういった理由で遊戯王のモンスターを走る前に召喚していたみたいですね。まあ100メートル走もね、200メートル走も優勝したんで、もうこれは全米最速のオタクと言っても過言ではないですね。もうこれには地球最速のデュエリストだったり、ランニングデュエルやん、速いぞ、かっこいいぞ、オリンピックではエグゾディアを禁止カードにするべきという意見がありますね。まあといった感じで、全米最速のオタク、オリンピック選考会でエグゾディアを完成させるということなんですが、もう世界にはこんなにね、足が速いオタクもいるんですね。まあでもエグゾディアはね、揃ったらデュエルに勝つんで、オリンピックでもエグゾディアを揃えることができれば優勝できるかもしれませんね。まあノア・ライルズさん、本業はね、陸上選手なのか、デュエリストなのか、一体どっちなんでしょうね。以上です。